WMAP WMAP で得られた宇宙マイクロ波背景放射の画像比較 COBE で得られた宇宙マイクロ波背景放射の画像ウィルキンソンマイクロ波放射探査機はアメリカ航空宇宙局が打ち上げた宇宙探査機である WMAP の任務はビッグバンの名残の熱放射である宇宙マイクロ波背景放射の温度を前天にわたってサーベイ観測することである この探査機は2001年6月30日午後3時46分にアメリカのケープカナベラル空軍基地からデルタ2ロケットで打ち上げられ太陽と地球のラグラン重点で2010年8月まで観測を行った W マップの目的は CMB の微小な揺らぎを前天にわたって描き出すことによって宇宙の性質をこの探査機は COBE の後継機で 宇宙型探査機シリーズミディアム、クラスエクスプローラーの一つである。WMAP は計画当初は、MAP という名称であったが、打ち上げ後の2002年に、このミッションの科学研究チームの一員で、宇宙背景放射の研究におけるパイオニアであった、天文学者のデビッド・ウィルキンソンが亡くなったため、その名を冠して、現在の名称となった。WMAP の科学的目標は、 CMB の相対温度を前提について高い角分解能と感度で正確に測定することである。それゆえ、探査機の設計に求められる最も重要な点は、最終的に得られる CMB マップに含まれる系統誤差をできるだけ抑えることであった。具体的な W マップの目標としては、 全天の CMB の相対温度を0.3度以内の各分解能で測定すること、この0.3度四方の1ピクセルについて 20K の感度を達成し、系統誤差を1ピクセルあたり 5K 以内に抑えることが求められた。これらの目標を達成するために WMAP は天空上の2点の温度差を測定する差分マイクロハラジオメーターを搭載している。WMAP は 地球から150万キロメートル離れた太陽、地球系のラグラン重点 L2 付近の軌道から観測を行う。よって W マップを慣習的に衛星と呼ぶ場合があるが、宇宙機の軌道としては正確には人工惑星である。L2 へ向かうために月の引力によるスイングバイが行われた。L2 は太陽から地球へ伸ばした直線上の 地球よりも外側の地点にあり、この点では地球と同じ周期で太陽を公転するために必要な降振力が太陽の重力と地球の重力のと等しくなる。このため L2 に置かれた物体は太陽や地球との相対位置を保ち続ける。具体的には太陽からの重力加速度は地球からの重力よりも2%小さいが降転に必要な降振力の増分が この半分となり、両者の輪が地球の重力とちょうど釣り合っている。この地点は常に太陽、地球、月から離れて何にも遮られることなく深宇宙を見ることができ、観測にとっては例外的に安定な環境である。W マップは以下の方法で空をスキャンする。すなわち、1日に全点の約30%をカバーし、地球の交点に合わせて L にも 太陽を周回することを利用して6ヶ月ごとに全点を観測する。CMB の前景となる我々の銀河系からの信号を排除しやすくするために WMAP では22から 90GHz の間にある5つの周波数帯を使う。2003年2月11日、NASA の広報グループは宇宙の年齢と蘇生についてのプレスリリースを発表した。このリリースでは それまでに撮られた中で最も複雑な宇宙の赤ん坊時代の写真というべきデータが発表され、欧州宇宙機関が打ち上げを予定しているプランクタン再生の観測結果が待たれることとなった。NASA によると、この画像には驚くほど詳細な情報が含まれており、21世紀初頭の科学的成果の中でも最も重要なものの一つである。この画像は、 当時の技術で可能な最高の解像度の画像ではないが CMB の前提画像としては最もノイズの少ないものである。マップの観測計画は2年間の予定だったが最終的に8年間にまで延長され2006年3月にはニュースリーイヤーリザルズが発表された2010年9月8日に運用を終了した W マップは多くの宇宙論パラメータについて 過去の観測装置で得られた値よりも高い精度での測定を行った。現在の宇宙モデルによれば WMAP のファーストイヤーのデータから書く宇宙論パラメータは以下のように求まる。WMAP 以前にも CMB マップ観測の分野では少しずつ改良が重ねられてきた。COBE 以外の実験は空の狭い領域に限定して CMB の揺らぎを観測したものである。 W マップ以上の精度と分解能を持つ以下の観測実験が実施、または計画されている。ベネトイトール、ライモンエトール、W マップニュース、ファクツ。NASA、2008年4月27日閲覧。小松栄一郎、小松栄一郎が語る、絞られてきた、モデル、日経サイエンス第47巻第6号、日経サイエンス社、2017年、30ページ。NASA、 S.W.MAP プロジェクトコンプレックスサテライトオペレーションズミッションアブザーベドユニバーシズオルディストライトありがとうございます